グロスター6グロスター6は1929年のシュナイダートルフィーレースのためにイギリスのグロスターが製作した競技機である。グロスターのシュナイダートルフィーレースへの挑戦は1924年の副用の水蒸気グロスター2から始められ、1925年のレースではグロスター3は2位に入賞したが、1929年のレースでは 服用のグロスター4はリタイヤした。グロスターのチーフデザイナー、ヘンリー・フォーランドはさらに服用のグロスター V の構想を進めたが、競技機としたは、服用機は時代遅れであり、単用の設計が採用された。グロスター6は、挑戦指示の単用機で、エンジンはスーパーチャージャーで下級された 1320HP のネピアライオンが装着された。 エンジン冷却は主翼の表面ラジエーターで行われた。シリアル記号 N249 と N250 の2機が製作され、1929年8月25日と8月31日に初飛行した。速度性能は優れていたが、バンクした時の燃料の供給に問題のあることが判明した。低空を飛行する飛行レースにおいては危険な欠点であるので、 1929年のレースへの参加は取りやめられた。1929年のシュナイダートロフィーレースがスーパーマリン S6 の勝利で終わると9月10日から N249 の飛行は再開されジョージ・ステイン・ホースの操縦で1マイルのコースを4回飛行し時速5、41. 4 1 4トルの速度の世界記録を樹立したが2日後 オーガスタス・オーリーバーの操縦するスーパーマディン S6 によってすぐに更新されてしまった。1931年の最後のシュナイダートルフィーレースには練習用の機体として用いられた。ありがとうございます。